行くぞ。オッケー。わっ、おい、何してんだ。これは霊視力ですね。霊視力ですか？ええ、人間には通常の視力の他に霊視力という幽霊が見える視力が備わっています。通常これは3歳から5歳くらいまでの間に消滅してしまうものです。なので今回のように息子さんの年齢でもまだ霊視力が残っているというのは非常に稀なケースです。はあ、まあでもこれは成長とともに自然に衰えていくものです。大人になっても霊視力が残っている人はいませんので、どうぞご安心ください。まあいい、今日も他のやつ誘っちゃったんだよ。うん、わかった。パンパパパ、パンパパパ、パンパパパ。何してるの？私モノマネよ。何のモノマネ？マウスピース外したら歯が全部取れちゃった人のモノマネ。上手だね。一緒にやろう。うん。パンパパパ。明日も遊べる？そりゃ遊べるさ。明日も明後日も大人になったって遊べるさ。大人になったっては無理よ。大丈夫だよ。じゃあまた明日。また明日。わーい、今日も。うん、わかった。ん？あれ？パンパパパ。こんにちは。あ、あれ？君幽霊だったの？うん、そっか。そりゃ遊べるさ。明日も明後日も大人になったって遊べるさ。大人になったっては無理よ。あれ、ここは霊視力回復センター。さようでございます。こちらでは最新のレーシック手術を日帰りでお受けいただくことができます。すぐに霊視力を回復できますよ。でも僕お金ないです。何、現金でなくてもあなたの一番大事なものをいただければ結構でござんすよ。一番大事なもの、わかりました。じゃあお願いします。さあ、ではどうぞこちらへ。後払いで結構でございますよ。うわー、はっきり見えるようになったよ。これで一生遊べるよ。嬉しい。パンパパパ。映画配信のところで来ました。そして高校には嬉しい